胸と心臓と肺野ですね、うんうん、まあ、ちょっと大きいのと近づいてみると、まあ、この血管、この血管の太さがね、まあでも前のこと思えばいいのか。でもやっぱはっきりしてるよね、でもこの肋骨よりも太いと太い、そこまではないかな。でもちょっと微妙、一緒ぐらいありますよね。で横向きで見させてもらうと前面がちょっと分かりにくいんですけども、これぐらいです。あとまあ頭も取ってるのはこれ奥歯を見るためで、綺麗です。あとここがねおかしいんだよね、この胸椎、これはもう最初から でこんなんだけど別に普通に動いてるから、もう飛び跳ねてます、生まれつきのもんだなとは思います。かお腹はまあ、まあそれなりに盲腸粉みたいなのがあって、かここも若干波打ってるのか、ですね、ここもちょっとこう普通はこういう風になってこなかったんだけど、ちょっと波打ってる。これもだから生まれつきのもんだと思いますね。から真っ正面から見たところでは股関節は綺麗です、でまあ若干心臓が大きいなとは思うんですけど、一人ちょっと来て、これ持ってくれる、これがいつだ、22年、2回目の写真です、この間の手術する前、だからここ真正面で見るとなんか今日のがちっちゃく見えるんだけど、横向きで見ると今日のがなんか大きく見えるような、こうなってるからね、まあだけどどちらでもちょっと大きいなというのは思います。で、そうなんですよ、検査してるとさ呼吸が早くなっちゃうから、興奮しちゃって、興奮して怖がるじゃないですか、怖がって震えて早くなるのもあるし、やっぱりちょっとこういう心臓のこともあるからさ、注意はしてやらさせてもらいました。 OK、 じゃあ止めて。